えーどうも、お疲れ様です。今回は、米騒動ではないですけどもね、日本国内の米の価格について、その推移をちょっと検索してみました。検索キーワードは、日本国内、米価格、推移です。ね、単純ですよね。まあ、これに原因とかね、見通しとかね、他のキーワードを組み合わせると、さらに調べることができますけども、今日はこの検索ワードで、AI による概要をなぞってみようかと思います。 お米っていうのは6 0キロ単位としてね、価格を比較するみたいですね。ちょっとそれを前提に見てみましょう。米の価格は次のような推移を辿っていますと。2020年12月に1万5000円を割って下がり始め、う2021年12月には1万3000円を下回ったということで、コロナ禍に外食産業のニーズが 低下したんでまあ要するに飲食店があまり使われなくなったんでねだから飲食店で使うまあ業務用のお米ですかこれが流通しなくなったということじゃないかなと思いますでその代わりすぐにねお弁当テイクアウトみたいなのが始まりましたんで多分一時的に下がってそこから回復していくんじゃないかなと思いますで2022年のお米が出回り始めてからは1万3000円台の後半に 戻ってきたということで、まあ、徐々に1万5000円に近づいてきたということになるのかなと思いますね。で、2024年今年ですけども、えー、島根県の J 島根が腰光の6 0キロこれを4600円高い1万6800円に引き上げると発表ということでしたね。で、それによって、コロナ禍過ぎて、えー、3年連続の引き上げで、一時期は1万3000円まで値下がりしたお米が1万6800円に なったとといいうことでございますえそして昨今お米がないお米がないっていう状況になってさらに値段が上がってきたんではないかなというふうに推察しますけどもねでお米の価格の変動の要因っていうのは人口減少とか食生活の多様化による1人当たりの米の消費量の減少これがあるんじゃないかなと言われてますでもあんまり知られてませんけど米ってね結構輸出してるみたいですね ちょっと今度はどのぐらい米を輸出しているのか、その推移についても調べてみようかと思いますけどもねえ。それから減産政策というね、なんか食料自給率を下げてしまう政策がなぜか自民党によって行われています。なんでね、日本国内で食品を作るエネルギーを、力をね、削ぐんじゃないかと。どうなってるんでしょうね。まあ、農家ののの高齢化による生産量の減少ってのはありますけどもももそそ 農家の方の平均年齢が上がっていくのは、そこに若い方の参入がないからだと思うんですよ。なんで参入がないかっていうと、大変で儲からないからですよね。これは介護の現場と似たような現象が起きてるんですけども、だから結局ね、新しい方が来なければ、その産業って衰退しますよ。特に介護、医療、それから食料、食品、こういったものに関わる人は、多少ね、税金を投入してでも、 人材を確保しなければ国の活力そのものに影響するんじゃないかなと思いますね。はい。で、米の価格の変動には気象の変更による自然災害っていうのがありますよね。つまり、まあお米とかね、野菜ってのは収穫におおむね1年かかると考えた時にきっちり1年計画通りに取れるかどうかわからないってことなんですよね。豊作になればなったで量が多すぎて 市場価格っていうのが下がっていきますよね。時給のバランスがありますから。で、今度、あんまりお米が取れないと高くなっちゃって、まあこれも売りが鈍るってことになります。まあですんで余計に生産調整が難しいわけですから、こういったところには安定供給とかね、それから食料自給率という面から、政府が買い上げて保護しなければならない部分があるのかなと思います。 なのに、減誕政策って言って、もうね、食べるものがなくなればね、それはね、人口も減りますよ。餓死して。<laughs> そういったぼやきが出てきそうですけどもね。ちなみにね、16,800円に値上げしたっていうことは、4,600円高くなったっていうことですよね。去年から比べて。だいたいこれが6 0キロの価格なんで、6ではあると、だいたい700円ぐらい1 0ロ七7 0 0円ぐらい値上がりするんで、例えば、1 0ロを、 3,980円で今まで流通していたのが、これがね、まあ、4,580円とか、4,800円とか、まあ、1000円の桁がぐっと上がるような感じになるってことですよ。もちろん、これ末端価格まで来るとね、軽く1000円、1,500円上がるみたいな木産になるのかなと思います。今までね、お米を1 0ロで買われた方、ね、3,980円とか、 特売でもしかしたら2980円ってところにもあったかもしれませんね。まあでも、当面そういうことは期待できないかなっていうところです。ただこれからね、えー、令和6年の10月になると、新米が流通していきますから、もちろん9月に流通する部分もあると思いますけども、多分10月がピークなんじゃないかなと思いますね。まあその時にならないと実際の末端価格、私たちが購入できる金額は、ちょっと見えてこないですけどもね。 でも今までお米のことなんてあんまり気にしてなかった方も、今回の令和の米騒動によって、やっぱりお米って大事なんだな食べ物って大事なんだなっていうふうに思えてきたんじゃないかと思います。まあ私もね、できればね、お米とか食品の農家をやってみたいなとかね、食に関わることはやっぱり大事なんで、やっぱり自分のビジネスにしてみたいなというふうに思うようになりましたね。まあ何かね、そういった形でヒントがあれば、 また教えていただければと思います。それでは。